はい、宮崎ひな子です。愛知県出身です。はい、規模の大きさとあと大きい船に乗ってみたいという思いから海上自衛官を志望しました。たまたま就活でサイトを見ているときに防衛省っていうのが画面を通って、でたまたま YouTube を開いてみたっていうのがきっかけです。動画であったりとか隊員の方々を見てかっこいいかもと思って愛知県の地方に自分から連絡を しました。はい、私は一般的な大学生の生活をしていて、4年間普通に部活動であったりとかあと複数のバイトを経験したりして過ごしていました。部活はボート部で川の上でボートを漕いでいました。あ、はい、もちろん感じました。入校当初はベッドの取り方とか日常生活の過ごし方も全く、もう私たちはゼロで、防大生はすごく詳しかったので助けられてばっかりだったんですけれども、それも中期後期と一緒に過ごして教わったりしてきて、逆に少し手伝えることが増えてきたなと感じる部分もあります。この気象は水泳能力測定1級の気象で、平泳ぎとクロールの基準タイムを超えるともらえるものです。他にも運動能力測定で1級を取った人も同じものが送られます。で、両方運動能力測定と水泳測定1級だとこの真ん中のマークが金色になります。私も受ける前はここを受ける人や自衛官は筋骨隆々で健康優良児の人たちしかいないんだろうと思ってたんですけれども、ここには受ける動機もきっかけも様々で、それぞれのスタートから頑張れる場所だっていうのが1年を通して分かったので、皆さんも最後まで選択肢の一つとして残していただけたら嬉しいなと思います。